英国海外航空781便墜落事故は、世界最初の実用的ジェット旅客機であるイギリスのデハビランドコメットに発生した、技術上の欠陥による航空事故の一つである。英国海外航空のコメットマーク、I1954 年1月10日、英国海外航空所属のコメット3号機、ヨークピーターは781便として、 シンガポールからロンドンへ向けて飛行していた。経由地であるローマのチャンピーの空港を世界軸時34分に離陸した。ドービンには乗員6名と乗客29名が搭乗していた。またヨーク・ピーターは1952年5月に世界最初の定期ジェット旅客機として就航した輝かしい機体であった。世界軸時50分頃に完成棟へ。 定期通信を入れた後、781便の11分前に、ローマを離陸して、付近を飛行していた同僚のアーゴの時531便と、気象条件の情報交換のため無線通信をしていた。世界軸時52分ごろ、781便のアラン・ギブソン機長のメッセージが、ジョージ・ハウジグ、リド・ユゲット、マイ、といったところで途切れてしまった。 この時781便は地中海のエルバ島上空26,500フィートを巡航していたが、この瞬間にヨークピーターの前側胴体天井外壁に設置されていた ADF アンテナの穴のフレームから亀裂が爆発的に広がり、破壊が胴体後部、機種、主翼の順に起きたため、あっという間に空中分解してバラバラになった残骸が、 炎や煙にに包まれてて海上に落下していったこの時爆発を目撃したエルバ島の漁師たちが船で現場へ急行したが生存者を見つけることはできなかったこの事故で35名全員が死亡したこの事故の犠牲者の中にはオーストラリア出身の BBC と ABC の記者チェスター・ウィルモットも含まれていた現在エルバ島には 事故の犠牲者の慰霊塔が建てられている。なお、この事故でコメットは一時的に飛行停止になったが、問題箇所とされた部分を回収した後に飛行は再開された。しかし、再開直後の4月に同型のコメットが墜落する事故が発生し、対空照明が取り消され、再び飛行停止措置が取られた。回収、復元されたコメット機の残骸。 矢印にあるのが事故の発端となった ADF アンテナ原因究明のために通称エルバ島作戦と呼ばれる大規模な残骸の回収作業がイギリス海軍によって行われた。また、イギリスのロイヤルエアクラフトエスタブリッシュメントで残骸の復元作業が行われたり、油圧された胴体が外壁の疲労で破壊された可能性が指摘されたため、 巨大な水槽を建造してその中に実際にコメットの胴体を沈め水圧をかけることで地上で人工的な油圧状態を作り出すという極めて大掛かりな実験が行われた。その結果実際には低い強度しかなかったことが判明した。そのため最終的にはコメットには当時の航空工学では判明していなかった設計上の歌詞により 予圧された胴体の繰り返し変形による金属疲労が原因で空中分解事故を起こしたと断定された。そのため、事故機と同型機のコメット1は永久飛行停止措置が取られ、就航からわずか2年余りで退役することになった。ありがとうございます。